はい、皆さん、シーンでご購入させていただきました。はい、なんで、たくさん服を買ったわけですよ。普通にもうシーン購入品紹介とかバリ飽きたんですよ、私。なんか、はい、こちら、めっちゃ可愛い。履けるやろ、普通に。あれ、見とっても、みんなやってるよって感じなんですね。ということでですね、私考えました。フリクラ全カット、違う格好しろー私、アパレル店員をやったことがありまして、経験上。その時に、服を着て写真を撮るみたいな、なんかちょっと、プチモデルみたいな、ことをやらせていただいておりまして、30分以内で服をたくさん着てたくさん写真を撮るみたいなことをやっていたわけですよ。私はどっちかっていうと、しっとり両タイプなので、中に仕込んで、着替えて、呼んで、みたいなことをやっていたんですね。ということは、それって、プリクラでも再現かっていうことなんですね。はいはいはい。それではですね、まず仕込んでいきたいと思います。それではレッツ。コーティングって言って。あー、ダメ、寝てるらしい。コーティング、はい、という、もう後ろ汚ねえな。とりあえず、一番最終になるであろうものを着ていこう。多分これが一番最後になりそうなので、一旦これ着ます。わ、なんかさ、このちっちゃいちり紙、一番無駄？なんこれ？何？プリキュアだ、もう。ちょっと場合によっては、事故りそうな服。けど、かわいい！かわいいち、エロい。オッケー。あとは、服すぐ着替えれるように、袋全部出しといて、カバンに入れていきたいと思います。とりあえず、リュックにガンガンに入れましたので、このまま行っていきたいと思いまーす。じゃあ、プリキン飛びます。せーの。ということで、到着いたしました。ということで、仕込んでいきたいと思います。ここから始めるの？ちょっと待ってくれ。